次の試合3試合目が出られません。ホイッスルありました。秋田のファウル可能があります。要注意です。強いシュート4番から入りました。いいですよ。その後のベロ裏はバティストゥーパーピンチになる。日本逆サイドからシュートが来る。クラウディオロペスのバティストゥーパー、もう一度ベロン、オルテガ要注意です。日本シメオネ狭い地域だ。あ、たまに打たない、打たされた。アルゼンチン先制。オルテガからこのダイレクトからですね。ただこの後のバティストゥータのキーパーを見てこのダイレクトに出まして、キーパーを見て普通でしたらシュートするんですけども、ちょっと浮かしてですね、本当に余裕掴んでしまうことを日本はちょっと恐れるところですが、また縦に出たクラウディオロペスが行きます。もう一つオルテガが入った。バティストゥータに送る。秋田がついています。逆サイドに来た奈良橋、速い攻撃です。バティストゥータ前でクラウディオロペスが待っている。よく入りました。中に放り込んできた。バティストゥータが押し込んだ。ポストだ。もう一つよく止めたという感じですね。このバティストゥータのヘディングも高かったですね。これよく止めました。といえば勝ち点が3、引き分けますと勝ち点が1。バティストゥータ、ベロンだ。もう一度バティストゥータ。アルゼンチンはこのバティストゥータが前半に1点を入れています。いいですね。バティストゥータ中でバティストゥータが待っている。バティストゥータだ。よく競りました秋田。相手が入ってきた。日本要注意だ。バティストゥータだ。秋田いいディフェンスですよ。秋田君、バティストゥータ、ベロン入ってくる。蹴りそうなのはバティストゥータ。9番バティが蹴ります。もう一つ蹴る。こぼれ球だ。よく弾いた。川口、ベロンです。バティストゥータ、いやすごい、いいすごい強烈なシュートを打ちましたけども、このシュートが打たれた後で日本の井原と中田が何か声を掛け合っておりました。ちょっとその、どうなんでしょうね、中盤からするとディフェンスラインがこう引きすぎてるんでですね、はい、その辺のことじゃないでしょうかね。もっかがつく。旗が上がった。旗が上がっている。旗が上がっています。オフサイドです。日本オフサイドに救われました。少し危ないプレーがありましたが、オフサイドですね。オルテガ、井原もかなり疲れている。バティストゥータ旗が上がりました。オフサイド。バティストゥータ日本ついている。まだありますが、全体的にバランスの取れた落ち着いたプレーができたのはさすがアルゼンチンだなと思います。日本代表は結局この強豪のアルゼンチンの前に引き分け